こんばんは、コインリバー。コインリバー。こんばんは。はい、どうもこんばんは。ラグナロクオンラインやっていきます。よろしくお願いします。ゼニノさん、ミーさん、山下さん、こんばんは。スタートからありがとうございます。平地金作模索会ですね。今回はイリュージョンアリをやっていこうかなと思います。首藤さん、タイガーフットさん、パパキラさん、こんばんは。現在度胸ガイアスカードと度胸ファミリアカードが 60M ぐらいするということで、平地で狙えるカードにしてはまあまあ高いのではないかなということで、その辺メインに狙っていこうかなという、そんな金策でございます。七種のゴンメさんもこんばんは。一応なんで高いのかっていう説明をしておくと、度胸ガイアスカードは頭差しで混乱の完全耐性と年耐性 10%、非常に需要のある耐性が取れる。度胸ファミリアカードは肩差しで無属性耐性 15% に年耐性 25% という、こちらも非常に需要がある属性耐性が取れるという、そういう効果でございまして、どちらもだいたい 60M ぐらいです。ラルさん、こんばんは。度胸ファミリアが 60M よりもうちょい高いかなぐらいですけど、ノアトゥーン見たらね、まあまあ品数が並んでたんで、まあだいたい 60M ぐらいかなっていう感じです。リュウ君さん、こんばんは。まあ相変わらずボット対策なのかわかりませんけど、ドカッタカリバと呼ばれるところのほとんどが潰れている状況で、未だに解消される様子もないということなので、まあ、どこが平地で金稼ぐのにいいのかっていう、そういう模索の、前回は鉱山テラーやりましたけど、今回はイリュージョンアリですね。ちなみに生息数がねちょっと少なめなんですよね。度胸ファミリアが10で、度胸ガイアスが20。早くない？東方まだ始めてないが出るの早くない？ 60M おめでとうございます。ファミリア10のガイアス20なんですよね。ちょっと少なめっすね。まあ、メインがアリなんで、アリは70とかねいるんですけど、真面目アンドレ70とか、真面目デニーロ70とか、真面目ピエール70とかねいるんですけど、真面目ビタタもね出たら借りたいですね。こいつが落とす杖は高い。カードは狙えなくても装備品がワンチャン出るかもしれないみたいな、そんな感じですが、まあ基本的によく落ちるようなドロップ品は高額取引される狩り場ではないんで、どうしても、ね、レア狙い狩りになっちゃいますんで、まあ、運ゲーにはなるんですけど、まあ、なんとか狙っていきたいという、そういうやつでございます。まあカード狙いメインなんでね、ガイアスとファミリアだけ探して買ってもいいんですけど、ビタタの脇条件がよくわかんないんだよな。多分モンスターを倒してたら枠形式だと思うんですよね。アリは別に狩らなくてもいいんだけど、ビタタ脇の条件になってるかもしれないから一応買っとくかみたいな、それぐらいのノリですね。この狩り場で必要な耐性はアシッドテラーが飛んでくるので念鎧、混乱がよく飛んでくるので混乱耐性や、あと石化もあるので、混乱石化
体勢あたりもあるとなおよし。熊王国だと熊以外しか倒さないと魂全く湧かなかったので、こっちもあり倒さないとダメかも。だと思う。多分そうですね。テレポ狩りじゃない方がいいと思うんだよね。さっき言ったカード以外のレアもまあまあありますね。イタタが落とす杖2種類とか、イリュージョンスタッフオブティアとイリュージョン茨杖あたりはまあまあ高い。イリュージョンドゥームスレイヤーとか、その辺はまだ高いかな。イリュージョンスプリントなんちゃらみたいなやつはあんまり高くないかな。石化してます。耐性がないんで石化します。お、いや真面目アンドレかい真面目アンドレかーい。来たと思ったのに。わらわら。何、武器差し、物理攻撃時昆虫系モンスターに当たるダメージプラス 15% に、地属性モンスターにプラス 15%。 まあ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 よ。まだまだまだこれからよ。リッチさんこんばんは。多分ねめっちゃ安いと思います。真面目アンドレいくらだろう。真面目アンドレ安10K って安っ。まあそれ以前は 200K とかだけども安っ。超安いじゃん。あ、皮膚用してるから弱点属性ついてるんでダメージはいいのが出ますね。ヤメンさんこんばんは。まあカードもさることながら装備品のドロップ率もなかなか厳しい狩り場になっておりますんで、地道なやつです。やればやるほど儲かるやつじゃないです。運ゲーです。で運を手繰り寄せるには やればやるほどやるしかない。前回のイリュージョン鉱山は、まあ、時間に対しての収入が5点満点中3点あるかどうかぐらいだったんでね、今日は4点以上は出したいですね。石化してます。さっき一人ドラゴンナイトさんがいたから、同じ狩り場で狩りしてる人2人かな。 MD 金坂ね、今からの時間やりづらいので、Bサバで生きていくにはね、平地狩りも必要ですわ。石化してますめっちゃ石化します。どうすかね、イリュージョンありぐらいだったらミニミ装備とか、ミニミ装備プラスアルファぐらいとかで借りに来れんのかな。おあ、放送見ながらルーンライトでレベル上げついでに石化してます。
つか直せるんだったわ。そうだわ、点血書いて治るんだったわ。そういえば、そう、シュラインクイジターは凍結透析化は自分で直せるんだよ。忘れてたけど。ゴス必須だから耳オンリーでは厳しい。そうですね、面鎧は最低限いるかな。ただちょっと食のパワーによるかな。回復ガブの身にはやっぱなっちゃうかもしれないかな。四次食なってたらスキルパワーで押せるんじゃないかな。点血すごいっすよね。あ、そうそうそう、壊れない念鎧がいる。アシッドテラー対策には立派な鎧に念つけていったら速攻壊されました。でしょうね。でしょうね。アシッドテラーがよく飛んでくる狩り場に、狩り場が出始めたのっていつ頃だっけ。アリぐらいからでしたっけ。サトリさんこんばんは。ここの方が鉱山テラーより先に来てるから、アリと190鉱山ですね。アリが先駆けかな。壊れない念鎧追証の、それまでは念鎧が必要なシチュエーションってアシッドテラーというよりはアスクエクだったんですけど、あ、生体4もまあそうか。生体4はね、念鎧よりも火鎧の方が良かったりとかいうのも実はあるんですよね。一番痛いのがデモンストレーションだったりするので、アシドテラーも痛いから、念鎧オア火鎧みたいな狩り場だけど、でもあそこもアシドテラーしてくるのはエミュールだけなんで、こんだけアシドテラー撃ってくる狩り場の先駆けはここかな。僕が今使ってる念鎧はゴーストリング刺しの瀬戸の恩寵。これ多分何にもこの狩り場に刺さってないと思う。無属性人間か闇無属性にダメージアップ。ここのモンスターに1ミリも被ってないかな。卵だけ無属性無形だわ。あと無口マヤが無属性らしい。君に卒業して四次職になったばかりなんですが、敷居が低いダンジョンってありますか。こんばんは。四次職になったばっかで敷居が低いダンジョン、家柴さんこんばんは。耳に卒業からか。耳装備だけでは四次職狩り場は職にもよるんですけど、基本的にちょっとまだしんどいけど、ルドゥス4階で狩れるようになりたいですね。あそこがレベル200台の四次職にとっては一番経験値が美味しい狩り場なので。あとドロップ品がスクラップなんとかみたいな装備品が一部高いものがあるので、敷居が低いかはちょっと低いとは言い切れないんですけど、ルズス4階で狩れるようになりたい。耳装備プラス毒属性鎧を一着なんとか用意して、で火属性の強烈な攻撃が飛んでくるから火属性耐性型を耳のやつつけて
でゆっくりモンスターを倒すのがいいかな。ああ。ワイティアマットは、あれ、おすすめするようなもんなのかな。レベリングをしたいだったら、まあ、おすすめではあるが。石化多いな。MDF なんぼだ ?45、全然足んねえ。全然100に足んねえ。いや、わかんない。多分、レベル上げっていう意味で合ってると思います。金作よりは。狩りでレベル上げたいっていうことだと思うので。転職したての幼児食の一番美味しい狩り場は、廃棄場ルルス4回。ただし多少プラスアルファで装備はいります。ちなみにスピリットハンドラーだったらミニミ装備プラス毒鎧ぐらいでいけちゃってたような気がする。靴がいっぱい落ちる。イリュージョンスプリントシューズ安いでしょ多分。メカパッケ2つ買ってあるんですけど、鎧1つにアルギオペシー刺して試しに行ってみます。なるほど、マイスターですかね。徒歩マイスターかな。毒鎧着て非属性耐性があると良いです。あとはノックバックがあるんで、なるべく壁を背にして戦う方がいいかなと思います。頑張ってください。お金もね、レベル200になったタイミングでいける狩り場あるんですけど、ルドゥスより経験値がまずい割に別にルドゥスよりめっちゃ楽っていうわけでもなく、でレアドロップがないから平地狩り場の喜びみたいなのがちょっと薄かったりするので、レベル200で、レベル204次職でいける狩り場の中では1、2を争う難易度ではあるんですけど、そこ行けるようになるのが多分楽しいんじゃないかなと思いました。あ、500kはするんですね。まあまあだな。入り口のあたりの掃除も行った方がいいな。おお。うん、バカにできないですね。ただ露天のスロットを1個使うのが惜しいかなっていう絶妙な値段。まあ確かに、笑。最近幻影の迷宮とか割と真面目に通ってるんで、ちょこちょこ売りに出すものがあったり、なかなか売れない品があったりで、露天スロットが12枠パンパンになることがよくありけりなんで、500kぐらいの品はね、結構悩みますね。普通に100k、200kぐらい安く置いてさっさと売り切ってしまうのをよくやる。プラ 70M、イリュージョンスプリントシューズ。いや、あのね、イリュージョンスプリントシューズ。シューズというイリュージョンスプリントシリーズはね、かなり実は優秀な装備品なんですけど、その上位互換がありすぎてあんまり注目されないですけど、実はすごいシリーズですよ。あれ HP がめちゃめちゃ上がったりとか、スキルディレイとか栄翔時間カットがめちゃめちゃあったりとか、意外にバカにできないです。コンリバー、リ
違いに書いてあること強かった。あーマニーさんこんにちは。いやこんばんは。ユースプは優秀ですよ、まず。僕一時期ヒメルメズ壁の時に使ってましたからね。ずっと使ってるわけじゃないけど、ピンポイントで使ってましたからね。無影響混合とかしたいときに。シューズが強かったかはちょっと覚えてないけど、どうだったかな。これ、ベースレベル1上がるたびにマックス HP プラス50は結構上がる。で、そうそう、これ。これがめちゃめちゃ強い。イリュージョンスプリントグローブとセットで、マックス HP プラス 15% とスキルディレイマイナス 50% ですよ、これ。めっちゃすごくない？スキルディレイマイナス 50%。スプリントリングとセットだと詠唱時間マイナス 50%。で、スプリントグローブ。これがデフォでスキルディレイマイナス 10% ついてる。で、ベースレベル170以上の時、追加で 15% カットだから 25%。で、それに靴合わせると 50% カットだから、合計 75% カットです、これ。グローブと靴2つで 75% カットです。で、HP が漏れるっていう。すごくない？意外にバカにできないです。ナスさん、こんばんは。危な。毒沼が出てる、危な。鎧も結構 HP 漏れますね。鎧もベースレベル1ごとにマックス HP プラス50。で、こっちもグローブ、リングとセットでマックス HP がアップ 25%。スキルディレイカットとかあるから、意外にね、イリュージョンスプリントセット全身で固めると、HP めっちゃ上がったりとか、ディレイカット、詠唱カットが取れたりとかするんですよね。だから鎧に破壊耐性なかったりとか、まあ、炎茶がそんなに強くないとかはあるので、その時点ではもっと優秀な装備品が存在してたからあんまり目立たなかったんですけど、2箇所だけとかでの組み合わせとかでも使うと意外に強いです。特にヒットポイントはね、めっちゃ上がるから面白いですね。お安く手に入る超 HP もりもり装備。ただし耐性はない。そう、主力装備にするのが厳しいのは鎧に破壊耐性がないから。せやね。でも強豪とか神歴とかつくんよね。イリュージョンエンチャントだから確率がかなり厳しいですけど、破砕魔人とかそうそうつくつく、まあ戦闘色のつなぎにはちょっとなりにくいところあるんですけどね。壁キャラとか支援キャラで死なないようにするために HP 上げるとか、ディレイカット取るっていう意味では使えなくはないかな。値段対効果で言ったら結構いいかもしれないです。ただずっとそれでは生きていけないです、残念ながら。まあ、ドラブレって HP 量が上がると威力上がるんでしたっけ？グローブのアクセのドロップが確かビタタなんだよね。マヤとビタタだから。
いいエンチャントされてるやつとかがね、そんなに出回ってない。幻影の迷宮に真面目ビタタが出るんで、以前よりも狩られるようにはなってるかなと思うんですけど、僕もよく倒すけど、アクセサリーはマジで落とさない。杖とかはね、まあまあ落とすんですけど、真面目ビタタ、アクセはマジで落とさない。マヤを変わらないとダメなのかもしれない。石化直すのめんどくさいから当ててくれ。攻撃当ててくれ。真面目ビタタはめっちゃ美味しいと思いますよ。超ボーナスキャラよ。イリュージョンダンジョンの中ボスの中ではなかなかのボーナスキャラよあれ。これ危険な酸性の液体はただの収集品だけど、季節イベントの納品アイテムになることがたまにある。イリュージョンガード、イリュージョンシルバーガードはまああんまり高くないかな今。500系ぐらい。イリュージョンスタッフオブティアは高い。7M、6M、8M。イバラの杖もまあまあ高い。5M、4M、3.5M とか。6M もあるね。杖2種類は高い。イリュージョンスプリントリング 3M とかある。イリュージョンスプリントグローブ 3M とかある、ま、850系とかもあるとかなんですよ、ね、こんだけのものを落とす可能性があるんですよね。だから結構なボーナスキャラです。たまにそれ4点セットで落ちるね。杖2本落ちたらもう 10M 以上するでしょう。いや、以上はしないか。10M ぐらいするでしょう。デビアスは超まずいのに。深海デビアスはね、カード出たらすごく高そうだけど。幻影の迷宮にアリ地獄のフロアがあって、そこにね、湧くことがあるんで、そこで枯れたら美味しいんですけど、通常はこのイリュージョンアリに湧くモンスターで、湧き条件はなんか分からんけど狩りしてたら湧くみたいな感じなんで、まあ、モンスター倒しまくってたら湧くみたいな感じ。湧くかどうかは運みたいなところあるので、約束されたものではない。いや、ないね。真面目ビタタカードは別に金ゴキほど高くないですからね。で、無口マヤ買ってる人はいるでしょうね。無口マヤがなんかペットの進化素材もなんか落とすようになりましたよね。ペット用クロノスだったかな。ダークロード作成素材かなんかになってるやつじゃない？ペット用クロノス。ダークロード進化素材アイテム。お無口マヤが落とすから、狩られてそう。無口マヤカード自体はなんか5ギガぐらいだったような気がする。金子チャレンジでカード出してる人いましたね。あ、いましたね。夢あるよね。僕まだ一回も会えてないですけどね、金ゴキ。多分金ゴキチャンス抽選15回以上やってるけど、一回も引けてないです、まだ。毎回、金ゴキチャーンスって心で叫びながら、枠フロアに入場していくんですけど、ずっとスンって言ってる。
不発とかはかなり低くなってると思います。 GHC も行ってるし、幻影の迷宮の支援ルートとかも行ってる。ちゃんと体感つけて打たないと。生体フォースは放送以外では行ってないけど、それでも放送でも何回行ったっけ、放送で5キャラ2回ずつ行ってるから10回ぐらい行ってるけど1回も出てないですね。豪傑が入ってると当ててくれない攻撃は。あれも実際どうなんでしょうね、毎日奏でてる数以上に出現ちゃんとしてんのかな、あれ。まあ確率はね、どうしても設定してやるもんだから後で調整はするんだろうけど、あ、そうそう、出るときはなんか派手なエフェクトが出るって公式ブログに書いてあった。未だ見たことなし。単純計算で脇の時間幅が何分って書いてあったっけ、公式ブログで10分から2分じゃない、10分から2時間半とかって書いてあったかな。最長で2時間半脇だから、一つのサーバーで1日最低10体は枯れる計算になり、で今ワールドって何個あるんでしたっけ、ワールドグループが 1,2,3 あって4ワールドずつで12で、ビーサバとウルドで足して14で、 14×10 で1日140体狩られてたとして、そんだけ今湧いてるかね、1日で1日140体湧いてるかね。すでに今週2回会えましたっていう報告とかも聞きますけど、1日140も湧いてるような感覚はないですね。いちいち報告しないのかもしれないですけど。白洲さんこんばんは。やっぱそうなんかな、上限はあるけど最低はないみたいな。で、まあ、あまりにも今までより狩られてないよねってなってたら多分ちょっと調整したりするんでしょうね。なんか出すぎたり出なさすぎたりすることはありませんってブログに書いてましたもんね。どこのサインと同じなのかな。てっぺんを決めてで1年通して緩やかにそこに到達するように調整する。うん、まあ報告いちいちしないですもんね、聞いた人。初めて金剛鬼に会えたっていう人はするかもしれないけど、今後対象となるメモリアルダンジョンを増やしたりするとか書いてあったんで、基本的には今後追加されるダンジョンも対象に入れていくっていうことだと思うんですけど、既存のところに出るようにするというよりは、会える場所が増えて遭遇数が増えて、それで結果今あんまり会えてなくても年間の総討伐数とトントンになる感じに収束していくように調整するのかなと思っております。
なんか気になってるのは、金ゴキの調整入ってからなのか、金ゴキカードの売りがなくなってるんですよね。なんか値段の様子見てるのかわかんないけど、先週金ゴキカード130ギガで3枚ぐらい出てたんですけど、今週出てないんですよね、売りに。様子見てる説がある。まあ、今回の変更によって実際値下がるのかちょっと分かんないけど、手が届くところまで値段が下がってくれたらいいんですけどね。カードドロップにバブルガムのアイテムドロップ率が関係あるんだったら、無限の迷宮とかバブルガム使って登ってる人いるし、なんか以前よりもカードドロップ率が高い状態で借られるシチュエーションが増えるのかなとか。いうのを考えると産出量が増えてくれたりとかあるかねって思ってますが。しかし真面目ビタタおりませんね、これ。どれぐらいの頻度で湧くもんなんでしょうね。時間湧きではないと思うんだよな、これ。時間湧きだったら公式ツールに不明、湧き時間不明じゃなくて何分湧きとか出るはずなんで、実際どれぐらいの頻度で湧いてくれるもんなのか。いやー、それも別に判明してないですね。キーモブ制なのか、多分そうだとは予測されてますけど、湧き条件が公開されたことは真面目ビタッタはないはず。プレイヤーが検証はしてるかもしれないけど、30分1時間で1回か。じゃあまだ会えなくても仕方なしか。金吾記念着してる人はガム用キャラを置いて別キャラ巡回してるんで減りそう。なるほど。ほぼテレポじゃなくて残影で移動狩りしてるからね、いたら見逃さないような回り方はしとるんですが、会えてませんね。ビタタは一時期4ヶ月くらいこもってましたが、30分で3回会えたり、6時間買ってゼロの時もあったので。マジか、6時間ゼロマジか。キーモブ制で6時間ゼロなことはあるか。あれ倒せてない、インティミが出たから倒し損ねたかと思ったけど、ちゃんと倒せてた。でもまあ湧き条件なんてね、時間湧きかキーモブ湧きかぐらいしかないですもんね。キーモブ倒して勝つ、そこから確率だったと思うので引き悪いと出ませんね。完全の過疎差がなので間違いないと思います。間違いない、そうか。
金モブ倒して一定確率で枠だよね。多分真理の魔法使いと一緒でしょうね。今日1回ぐらいお目にかかりたいですけど、真理は、そう、真理はムナボンキツネだけですね。キーモブはアチャスケとかソフィーにはならない。真理はもうかなり研究されてるから、もうそれでほぼ確定。そうそうそう、出現範囲がだいたい右上、左上、左下のなんか大きく区切った4箇所のうちの3箇所に1ずつみたいなパターンになっておりますね。さっきまで今この同じ狩り場に人がいたけど、今多分独占なんで湧いたら狩れる。鎧も何個か出た。スプリントメールですか。ここまでまだ装備品は1個も出てないですね。コンビバーです。シンシンさん、こんばんは。だったらありがとう、ピエール・デミード・アンドレの3種類なのかな。ああ。なんとなくガイアス・ファミリアは違うっぽい感じしますよね。移動しない卵が対象に入ってたら嫌らしい。割と漏れなく倒してるからね、抽選はずっとされてるんだから。中央に湧きやすいイメージあります。中央入り口付近か。卵一定数でも卵も全部割ってますよ、基本的に。あ、なるほど。幼虫は対象の可能性あるな。卵ってなんか落とさんかったっけ、レアな装備品。そう、卵イリュージョンスタッフオブティア出る可能性あるんだよな。割るべきです。卵は割っとくべきです。エクスカリバー出た気が。エクスカリバーも出るね。イリュージョンアリジスその時覚えてる人いるかな。エクスカリバー1週間遅れて実装されたんですよね。幼虫は自爆するので反省どうなんですかね。卵のくせにかなりいいものを落とすのか。イリュージョンアリが実装、多分ちょうど2年前ぐらいの時期だと思うんですけど、イリュージョンアリが実装されて、でなんかダンジョン実装記念アイテムドロップ率2倍キャンペーンとかやってて、でここで落ちる装備はこれこれこれとかって特設ページに、このダンジョンの特設ページに書いてあって、そこにイリュージョンエクスカリバーっていう聖属性の片手剣があって、なんだっけ、グランドクロスが使えるみたいなこと書いてあるんだったかな。イリュージョンエクスキャリバーグランドクロスレベル5使用可能みたいな片手剣が書いてあって、
かっこよさげじゃんみたいな感じだったんですけど、実装されて1週間借り続けるものの一つも出た報告上がってこなくて、ボスドローですら上がってこなくて、で実装から1週間経ったメンテナンスでドロップに追加されましたってパッチ内容に書いてあって絶対入れ忘れただろうって実装の最初の1週間目ドロップ設定してなかったけど、アイテム自体は実装されてたからどうやってゲットするねんっていう話題になってたやつ。っていうのがあったんですけど、その当時やってた人はいるかな。キングキは会えてない、僕もです。まあ2週間に1回ぐらい会えたらいいかなぐらいのモチベでやっていこうかなと。あれ、この卵ってどうやって割るんだ。こうか。ピー。イルアリ実装当初に結構杖がバブルでしたね。普通に 15M から 20M ぐらいしてたん で縦も今 500K だけど数 M してたから、ここのドロップ品金策マジでうまかったんですよね。去年も精錬祭前は数15と25してましたよ。あ、そんなしてました。今もなんか根強い人気っすよね。時間経った割にいい値段だし。プラス10の時に闇属性魔法のダメージアップ効果だったり、聖属性魔法のダメージアップ効果みたいなやつがあるんでしたかね。あとはジュデとフェルインフェルノがそれぞれ使えるみたいな効果があるからだと思うんですけど、その割にも高いよなって思う。ゆうさんこんばんは。そもそもアリクルストはビタタかエルマヤー狙いくらいしか来ないですしね。まあ基本そうですね。度胸ファミリアとか度胸ガヤス高いけど、実際狩られてるのって幻影の迷宮がメインでしょうね今。あそこにも出るんで、イルアリで買って出してるって人あんまいないだろうな。そう、コウモリ10のガイアス20なんで、まあメインはアリスからね。剣出てたのに消滅した。マジ剣出てた。そう、消滅した。ああ、他の人が出してたか。それは気づかんわ人のドロップ見てないから。でもそこまで少なくないですか。まあ会えてる方だと思いますね。地形が巡りやすい地形してるから借り漏らしがないんで。石か、しかも木がない。点結かつする木がない。何何？じゃあ B サバですか？問いますが、
それは B サバですか。さっきのカーディナルさんか。違うサバです。あ、違うサバ、よかった。今プラーとかだとマップ2個とかがメインだから全く狙えることがない。でも2体倒したんですか。枠の早いな。議長さん、こんばんは。今いらないドロップ品を拾ったな。関係ないのはいらない。レイジェネ一角か。石化うぜー。ガムカムとビタタの杖2種とも 50% ぐらいある。それ神害がありますね。神害あるけどビタタ出るまでが長いっすよね。ガムくちゃくちゃしてます。くちゃくちゃしてます。みんな相当ラグ感引いてますね。さては、ガムかまなっているので節約になりますね。ああ、こんばんは。ポッテさん、こんばんは。でもガムかんで倒しても次枠まではもったいないタイムに突入するんじゃないですか。キャラチェンするんですか。別キャラで狩りしてて見つけたらキャラチェン、ガムかんでるキャラにキャラチェンするんですか。なんか対抗がいたらその間に狩られそうで嫌だな。考えてません。マージュージカムよりか程度ですね。なるほど。スタートをそこにするっていうことか。あ、鎧出た。 500K の鎧、イリュージョンスプリントメイル。ああ、なるほどね。っていうのを当時やっていらっしゃったと。こんばんは。岩瀬さん、こんばんは。ラグ感買わない民の僕にはね、ガムなんていうものは無縁なんですけど、仮に僕がラグ感ヒクマンでもガムなんて無縁だと思うんですよ。ガム残ってもったいなくて使えないから。アマナトバイさん、こんばんは。ガム残ってる間に幻影ビタ高い出ない場合もあるんだよな。幻影ビタ高い。トッチーさん、こんばんは。セーフティーウォールが出て、誰かがここで戦闘を行った形跡。また違う人やな。でもセーフティーウォール使える職じゃないな、あれ。狩り場に2人ぐらい他に人がいる。このセーフティーウォールはまだ暖かい。最近誰かがここを通ったようだ。 GHC ハードギミックね。エンチャの種類か、4次特製ステータスしかないんじゃない。おお、新しいギミックって言ってもね、ギミックに使えるものも限られてるでしょうし。
すでにタナトスとかでもあるけど、シンディの解放を3つ装着せよとか、覇王を2つ装着せよとか、そんなんじゃないですか。またはパウ100とか SPL100 とかコン100とかじゃないかな。それは星座アクセがあったらいけんのか。ギミックの候補が現状それぐらいしかないですよね。あとはまあ全くなんか思ってるようなものと違うかですね。そのタナの剣運びみたいに現地でなんとかできるものみたいな、装備品とかステータスではなく、なんか順番に指定された順に装置を起動せよみたいなやつとか、そんな感じかね。あるとすれば装備含めてパウン200ね。現状星座アクセなしで到達できないようなものを要求してくるかなっていうのはあるが、無理だと思う。150もいかないんじゃないですか多分。特定の用事して150とか無理じゃない。補正値入っても僕のインクでパウ100プラス14とかですよ。150はあれかな、オルタネイトクリップの特性ステップラス10のやつ2つつけて迷宮ベルゼブブカード刺してとかしないと届かないんじゃない。あとは幼児頭の精錬値をめっちゃ高めるとかかな。幼児頭で STA とか WIS とか上がるやつないから、その辺は要求してはいけないとか。結構人が多くなってきたぞ。ああ、そっか、それがあるか。それ忘れてたわ。ワイルドビーストのウルフ・オーブ・エンチャンとか。それありましたね、確かに。ウィさん、こんばんは。あとシャドウね。シャドウはプラス3が最高っすよね、多分。150だったらいけるステータスはあるか。これワイルドビースト値上がるな。買っておかなければならないか。でもそんな高いモチベーションで GHC の新しいやつに望む未来が見えない。けど一応買っておいた方がいいのか。あ、幼児支援だね、確かに。幼児支援とウルフ・オブ・エンチャントとシャドウ装備とオルタネイト・クリップと四次頭と。特性スペースのシャドウ対応に抱えるのは面倒。ワイルドビースト使うんだったら四次頭が使えない。まあなんかその辺の四次ステータス上がる系を集めておくべきなのか。普通にステ550もそれくらいに要求してきますし、ステ550要求なんてありましたっけ。500じゃない。あ、靴出た。イリュージョンスプリントシューズが出ました。靴。次の550は棚です。棚500でしたっけ。あ、棚550なのか。なるほど。ありますね。それはなかなか要求してますね。アブルは350、シフトが550、エイジアンイビットラックは350。
パブ、コン、SPL あたりは高い数値要求してくる可能性あるか。ワイルドビーストっていくらですか。ワイルドビーストっていくらですか、ね、ちょ確認しとこう。ちなみにいや別に買わへんねんで、別に買わへんしみんなにも買ってほしくないねんで、高くなるから買ってほしくないねんけども、ちなみにワイルドビーストっていくらですか。未成年70とかでしたね。ふーん、あーまあ80M とかかなですね。なるほどね。それぐらいね。なるほど。あ、別に買わへんねんで。別に買わへんねやけど、ワイルドビーストは、ウルフオーブ、パウプラス3とセットで、追加でさらにプラス15とかなんかそういう効果は一応あるね。別に買わへんねんけどね。別に買わへんねんけど。買わへんのやけど。本当に裏で2パソコン起動してません。大丈夫大丈夫。2PC は今露呈してるから大丈夫。大丈夫。ちなみに今プロンテラに売ってたりはする？いや別に買わへんねんやけど。別に今買いに行こうというわけではないんやけど、プロンテラに売ってんのはなんか高そうですね。買うんだったらノアトゥーンかな。興味ないけど 80M か。らしいで。そうらしいで。ちなみにワイルドビースト自体にエンチャントするには精錬値が高いやついるんだっけ。アクセとかグレイウルフなんちゃらにエンチャすればいいか。興味ないね。789か。じゃあグレイウルフアクセあたりにエンチャすんのがいいね。いや別に買わへんねんやけどね。まあ、でも現状で割と現実的な数値で特性4次ステータスを要求してくるんだったら150ぐらいだと思うんですよね。200はマジで無理ゲーな域なんで、150ぐらいだとして、で装備品である程度盛るとしても数で特性ステを100近く振っとかないと届かないから、現状のレベルキャップだと特性ステータス2つぐらいしかカンストできないんで、買わないけどエンチャする。パウとコンはできるけど SPL はできないとかさ、 SPL とコンはできるけどパウはできないとかいう感じになるんで、複数の人で特性ステータス高めに振ってる人が必要になったりするかもしれないですね。200億かな、ボートかなら。200無理じゃねえ。いや、星座前提なんの？だったらもう、クソゲーですけど。クソゲー認定いたしますけど。でもあれ別に、あの星座アクセってそんなに、普及率高いっすかあれ。ギミックに取り入れていいほど普及率高いんすかあれ。それアンケートするか、コミュニティで。またなんか持ってる人の方が少ないイメージなんですけどね。どうなんですかね。持ってない人はまず星座やってねっていうことになるのかな。やりたくないんですけど別に。別にやりたくない人は星座アクセが交換、星座アクセを交換できるアイテムが取引可能だからそれを買ってねっていうことになるのか。
なんかナートゼーカーの魂みたいなやつ。ああ、まあ今後他の装備にもつくようになるんだろうなと思いますけど、などう、何やて、ガイアスカードが2枚目やて。100円も超えとるやないか。僕は証明できませんでしたけど、視聴者さんがイルアリ稼げるのを証明しています。アリってめっちゃ美味しいんですね、のはずなんですけどね。僕は今のところスプリント装備が2つだけだから全然美味しい感じしませんけど未だ美味しい感じしませんけども、まだ1時間だから、まだここまでだったら時給 1M だけど、カード1枚出たら時給 30M ぐらいになるから、2時間で1枚出せばいい。そう、2時間で1枚出せばいいんだ。フレームフリルドラカードが 100M ぐらいだった時代の金策ってこんな感じなのかもしれない。10リラプスとワイルドビーストグレイウルフセットと4次支援オルタネイトグリップリ装置迷宮部分シャドウリ装置で200きついですかね。いけんのかな。それで4次支援がどんだけ上がるか分かんないんですけど、上がっても20とかでしょ。でオルタネイトクリップの理想値が多分10でしょう。でシャドウで特性捨てつくのってシャドウの中でもアクセのやつだけだよね多分。6でしょ理想値が。で迷宮部分で全特性ステータスプラス3だった気がするから、ここまででなんぼだ。4次支援を20と仮定してオルタネイトクリップで10足して30、迷宮部分で3上がって33、シャドウ理想値で6足して39ぐらいで、ワイルドビーストとグレイウルフセットで上がるのが数のエンチャント3とボーナスの15で18でしょ。だから50ぐらいプラスですね。で 10リラプスってどれぐらい上がるんでしたっけ。10リラプスが20か、だから70ぐらい漏れるみたいな計算かな、20です、ね、ざっくりですけど、プラス70ぐらいはいけるかな。で200はエンチャなしではやっぱまだきついかもしれないですね。いけてギリみたいな。またなんかこの装備が盛りやすいみたいなやつが抜けてていいやつがあるかもしれないけど、でもいけて200ギリとか数の特性ステータスと合わせてだと150くらいが現実かな。150ぐらいですかね、4次ステージ出すんだったら。イリュージョンドゥームスレイヤー、スタイスクワトはさらに盛りにくい、きたー。これはちょっとだけ高い。まずおいくらだっけ。7メートルくらいですね。 7M やりやったぜ。認識の庭のイリュージョンドゥームスレイヤー、徒歩マイスターにおぬぬめです。両手斧なのに一般ボス耐性 40% あるんでおぬぬめです。 SDR130 でアタックが500も上がります。おぬぬめです。強い。さっき買いました。 7M8M さっき買いました。これいい斧っすね。僕の徒歩マイスターはこれが一番安定しました。
ちなみにリバリバ3サブ4次ステコンフリですか？ 110% 攻撃追加の4次ステサブはコンに振ってることが多いですね。ございます。1本出たらとアリドゥーム、アリドゥームございます。魔法色は SPL カンストしたらコン、物理色はパウカンストしたらコンに振ってることが多い。上がるのはちょっと辛くない？ヒット稼ぎたい色は先にコン振ってることもありますね。両手塞がるのはちょっと辛くない？いやー、トホマイスターはね、メインスキルがアックスストンプっていうスキルなんですけど、アックスストンプは4時の攻撃スキルなんですけど、アックスストンプ片手斧と両手斧でヒット回数違うんですよ。片手斧でアックスストンプ使うと1ヒットなんですけど、両手斧でアックスストンプ使うと2ヒットになるんですよ。でクールタイムとかが一緒なんで、両手斧で使った方が強いんですよ。あ、鎧出た。装備品ラッシュ、スプリントメール2着目。トホマイスターで40スキルで戦う場合は両手斧使いたいんですけど、両手斧で耐性ついてるやつがあんまりなくて、最初トホマイスターやってた時にその耐性ついてない両手斧とか使ってたらボコボコ攻撃食らって、吸収ヒットポイント吸収も追いつかずめっちゃしんどかったんですけど、イリュージョンドゥームスレイヤーを使ったら人生が変わりました。急にうさんくさくなったけどイリュージョンドゥームスレイヤー使ったらマジで受けるダメージ下がって安定感激増ししたんで、一気に怪しくなった人生が変わりました安定感が増すはマジ、これはマジです。耐久力がなくてやってられないよっていう方は一回使ってみるのおすすめです。本当に火力を突き詰めていくんだったらいずれ外さないといけない装備だと思うんですけど、おすすめはできます。彼女もできるし、部活もレギュラー取れるし、勉強もできます。で志望校にも受かります。さあ次は君の番。札束の黒では泳げます。札束の黒では泳げないかな。コンフってフリー上がるの結構快適になりますよね。そう、地味に効きますね、フリーアップ。地味でもないか。コンはフリーもヒットも上がるし、優秀なステータスですよ。5上がるごとに P アタックと M アタックも、ん？ P アタックと PM アタックも上がるし、優秀ドス。ウィキッドはまだそれなりの値段しますからね。あ、ウィキッドも耐性あるけどね。ウィキッド系とかもまだお手頃な価格ではないんじゃないですかね。ウィキッドは制作難易度とレベル制限がお手頃じゃないですか、ね、確かにレベル200とかじゃつけれないよね。確かあれ装備レベルなんぼでしたっけ、220とか200じゃなかったのは覚えてる。すぐにつけれないじゃんって思った記憶があるから、200じゃないのは覚えてる。220だったような気がする。自信はない。混んでおります。大変混み合っております。イリュージョンあり意外と駆られてるようです。
普段からかは知りませんが、もっと過疎狩り場かと思ってました。まあ最近あんまり平地モンスターのカード狙いで狩りとかしないっすよね。カード狙いならボス狩りですよね。それは人口が少ないサーバーのメリットでありますね。強みです。強みであります。Bサバ以外にキャラ作って別サバでメモリアルダンジョンやるっていう人はいるけど、他サバ行って平地狩りするっていう人はあんまり多くない気がする。あれ、平地金策には向いてそう。レベリングついでにハルキゲニア期待してたぐらいしか。確かにゲニア狩りは確かにカードドロップの夢がありましたね。一枚も出たことないですけど。レベル上げ特にプランがなければ、6リッチまでここをコースってくらいの人が来るところ。6リッチまでここ、普通のアリ地獄の話それですかね。これはイリュージョンアリですが、なーにーなーにー、やっちまったな。いや、Bサバじゃない可能性がある。きっと Bサバじゃないんだ、その話は。よかった、Bサバかと思ったぜ。僕はこんだけ頑張って倒してるやつが、僕はこんだけ頑張って Bサバだと。なーに、やっちまったな。ヘンゼルしすぐは来ますよ。そうだね、そう、まあ僕が沸かしたとも限らないし、僕が沸かしたのを人が狩ることもあれば、人が沸かしたやつを僕が倒すこともある。そう、そういうものさ。なーに、いや、これは高度な情報戦だ。やられちまったな。真面目なビタタ倒した人は30分は狩り場に残ることを。真面目なビタタを倒したようなけ継続してこの狩り場で30分以上狩りすること。自分倒したんで帰りますはダメです。ビタタを沸かすボランティア、それはもうしょうがない。それはもう十分その狩り場に貢献したと言える時間狩りしてるからしょうがない。まあそういうことはありますよ、しょうがない、しょうがねえよ。真面目ビタタ湧いた瞬間に立ち会ったことある人います？真面目ビタタって喋るんですよね、実は。真理の魔法使いみたいな感じで喋りながらサンダーストームっていうかっこいいエフェクトの中から出現するんですよね。休憩は全部喋りますね。一度見たことあります、うん、ある。僕も一回だけだけどある。なんて喋ってたかは忘れたけど。サンダーストームで出現します。ほぼなんかセリフないようなセリフだったような記憶あるんですよね。無色透明プロテインさん、こんばんは。トリックは2000リーダーですけど、
あ、ソリッドもサンダーストームで出てきますね。3点リーダー。てんてんてん。きっと真面目なこと喋ってたんやろな。ああ、真面目なことね。門限は17時です。きり。なんか、だった気がする。てんてんてんだったかな。ドゥームスレイヤーが一応出たから、2時間借りした場合でも、一応時給 4M ぐらいは確定かな。マジで最低限だな。スクショね。なんかスクショって最近あんま撮らないんだよ。なーに。いや、 B 様じゃないっすよね、それね。さっきで2枚出したって言ったら B 様じゃなかったからね。それはしょうがないな。おめでとうございます。素直に祝福ですよね。 B 様じゃなかったらね、素直に祝福。なーに。なーに。配信者の真似してレアを出してる男がいたんですよ。なーにー、やっちまったな。男は黙って健常。男は黙って健常。くそー、負けねえ、負けねえぞ。ワイも出すんや。福天さんこんばんは。ね、一応データは集まってきましたね。一応金策になり得そうというデータは集まってきましたね。でもそれ僕自身が映像として証明しないとね。別に疑うわけじゃないけど、コメントだけだとね、客観的な信憑性ちょっと薄いんでね。やっぱ映像でお届けしたいですよね。ねえ、報告はね。報告はね。報告上はね。映像上はまだイリュージョンドゥームスレイヤー止まりなんで、僕は証明していかなければならない。人間の集中力が持つ時間っていうのもせいぜい決まってるんで、2時間以内に出したい。まあ落ち着け。人が出したからといって僕のところに出ないというわけではない。大丈夫だ、焦るな。僕も出せばいい。そうだ。まだ慌てる時間じゃない。そうだ。まだ慌てるような時間ではない。まだ1時間20分ぐらいだ。まだいける。まだ40分近くは頑張れる。時間では、まだ慌てるような時間ではない。今下積みを十分積んできたところだから、そろそろ成果が上がる。大丈夫だ、ご安心召されよ。草野さんこんばんは。そう、今回は度胸ガイアス、度胸ファミリアカードをメインに、その他装備品も出るよみたいな金策です。ここ探検なんかあったっけ。イリュージョンエンシェントダガーか。イリュージョンエンシェントダガーここか。あのソウルエクスパンションが AS で出るやつ。イリュージョンエンシェントダガーは、あ、でも 1M ぐらいしますよ。それうましじゃん。度胸ガイアスから出るやつね。おっちゃんさんこんばんは。いやー、出すぞ、僕も。出したるで。
僕もね、今日スタートでカード1枚出してんでね。俺だけど。全然関係ないやつだけど。出してますからね。やったるで。こっからまだやったるで。かわいいね。かわいい。ね、値段調べたら直近 10K だったぜ。キーノブ倒してビタタから杖出すのも美味しそう。そう、それもね、狙いますからね。ドカタカリバが減ってる現代の平地カリバの候補になるのではないかということですよ。タクヤさん、こんばんは。昔はビタタにかけたらガム感出ましたね。ね、昔っていうほど昔じゃないんですけどね。イルアリ実装からまだ2年ぐらいなんでね、実は。そうだね、2年ぐらいだよな、多分。2年前の4月ぐらいのはずなんですよ。そうそうそう。もう残ってんの生体ぐらいしかないでしょう。こんばんは。おまちさん、こんばんは。なんか、鉱山テラーとかね、アリ地獄とかね。コツコツ系というか、一発狙い系ではあるんですけど、平地で金策できる場所をね。このってなかなか落ちないですね。発掘していかないと。モチベーションが上がりません。そんなあなたに、イリュージョンアリ地獄。イリュージョンアリ地獄で狩りを始めたら、度胸が安カードが2枚出たんですよ。騙されたと思ってイリュージョンありで狩りしてみたら度胸が安カードが1枚出ましたわなどの声が多数寄せられております。お前さん、こんばんは。このあの喋りはフィクションですけど内容は事実。そういう報告は本配信でここまでで上がってきておりますが、映像には収められておりません。そういった証言があります。メロン効果ありますし、研究記録金策どうなんですかね。ありだと思いますよ。でも研究記録にすごい安くなってますね。なんか高い時に 2K 超えてたんだけど、今 1.3K ぐらいが最安値ぐらいになってる。混乱耐性欲しくて取りに行ったら10つ目ぐらいで出た。なーに。なー、いやでもそれはね、その使いたいと思ってる人のところには舞い込んでくるものなんですよ。出たら売って金にするだけ、へーへーと思ってる人のところにはちょっと来にくい傾向にはある。なーに。嘘でしょ。嘘だ、信じない。ビサバじゃないでしょ、それ。オカサバでしょ。幻影です。どこで出しとんねん。どこで出しとんねん。どないなっとんねん。一部はアリ地獄じゃないものも含まれますが、この放送中にガイアスカードが4枚誕生しました。あなたたちのせいでもう 60M もしないかもしれません。どうしてくれるんですか。あなた方が出したせいでもう 60M では売れないかもしれません。どうするんですか。意地でも 60M で並べてください、露店には。いいですか、落ち着いて聞いてください。度胸が安カードは 60M で出しなさい、値下げてはいけません。リバリバさんの放送を見ると出るのか。え、これ60メートルなんです。その場で察しました。それは良い。それなら良い。使うなら良い。そう、 60M ですよ、これ。リバリバさん、ちょっと春木家に明かりに行ってもらってい。春木家に明かり。今回の趣旨とはちょっと変わってくるんで。いや、度胸ガイアスはマジで60円ですよ。今入れた証拠として50メートルで並べておきますね。やめろ、やめるんだ。
60M で出せ、やめろ。度胸ガイアスは 60M ですよ。でもう一個の報告は今日上がってないけど、度胸ファミリアは、まあ、こっちもだいたい 60M ぐらい、こんな感じ。 70M 台もちらほらあるみたいな。 58m でギリ。この2種類が高えっていうコンセプトで今日はやってます。場合によっては70台突っ込んでますね、ガイアス。まあタイミング次第ですね。市場在庫があるかどうか。ノアトゥーンに度胸ファミリアは今いっぱい売ってます。度胸ファミリアはいっぱい売ってた。度胸ガイアスの方が在庫数少なかったから 60M で粘れ。ガイアスは 60M で粘りなさい。やめるんだ。 50M で並べるのはやめるんだ。また 50M で並べているところに買いに行って 60M で並べてやる。差額 10M で儲けてやる。露店の場所を言いなさい。意地でもこれは 60M の金策とするんだ。昨日初めてのブツクでて変な声出てしまいました。おめでとうございます。何が出たんですか。それめでてえな。僕も MVP カード出したいな。人増えてね。人多くないこれ。みんな仕事から帰ってきただけかこれ。な、そうだよな。僕普段ここ通ってないからさ。混み具合知らんけど。無限でデータル出ました。あ、おめでとうございます。無限でデータルか。一番安い MVP が、迷宮バフォじゃない。放送で MVP C は出たことありますよ。タートルジェネラルって言うんですけど。なんで AS でマグナムブレイクが出るっていうのすごいカードなんですよ。大事に倉庫に飾ってあります。一番安い無物は迷宮のドッペルゲンガーさんじゃない。ああ、ドッペルか。 1M でも高い。嘘やろ。 1M だったら記念で買うやろ。そうだ、亀将軍さんをバカにするんじゃない。おー、いや、全然ガイアスとかファミリアいなかったよね、今。おーとは言ったものの、全然今いなかったよな。真面目なピエール。カブト刺し、アタックプラス10。物理攻撃時、地属性モンスターに当たるダメージプラス5%。精錬地球で追加で5%。何用だよ、これ。何用だよ。いらねえ、いらねえ。このときめきを返せ。いくらだよ、真面目ピエール。安い、直近が一銭。祭り価格っぽいけど、100系ぐらいじゃん。足しになりませんわ、これは。プリマかな、アルベルタだし。お亡くなりになってる方が。これはもしやこの辺に強力なボスモンスターが湧いたのでは。そういうことでもない、ね、AFK すると死ぬね、さすがに。ここはまあ、待てるな。まだ時間はある。最終的に出せば、2時間で1枚出せばね、時給 30M。これでまた私のカードが遠のきましたね。そういうシステムでしたっけ、カードドロップって。あのビタタ会いたいな。人多いから会えるだろ、これ。
人多いから枠は枠だろ。僕が会えるかは別として。無口マヤ倒して一攫千金や。せやな、無口マヤ勝てんのかなこれ。無口マヤ地味に強いよねあれ。無口マヤを倒してペット用クロノスを出してダークロードをペットにしよう。無口マヤいい遊び相手。そう、結構強かったんだよねあれ。実装された時に。普段からここ通ってる人どんぐらいいるんだろう。今すんごい人いませんこれ。5人ぐらいは少なくともいるような気がする。大変混み合っております。デイリークエストもこなさないと出ないパターンの可能性。あー、そのパターン。でもさっき倒したって言ってたから出てたのでは。また誰かがデイリークエストをクリア報告したから湧いたのか。めっちゃ人いるよ。ね、結果出る前に実践するの早くない？視聴者だったら僕以外の人が結果出してるけど、僕はイリュージョンドゥームスレイヤーが今のとこ最高だからな。まあ言うてでもあれか、カードよりカードの時点で高いか、イリュージョンドゥームスレイヤーが。レベル上げてきてます。あ、なるほどなるほど、そうだね。でもレベル上げだったら多分イリュージョンイズの方が美味しいような気がするけどデイリー経験値入れたい場合を除いてレベル上げだったらイリュージョンイズの方が多分効率がいい。でもアイテムドロップが欲しいって言うんだったら理解できる。見ただから縦2周。いや、縦安いっすよ。500K だよ。びっくりした。カトリ歩いてきたら、カトリかと思ったら人だった。そらそうか。めっちゃモンスターみたいな挙動で寄ってきたからびっくりした。確かに、イザお金稼げないですね。うん、スタッフオブティアと同額か、斧の方が高くない？斧さっき相場見たら 8M でしたよ。杖は同じぐらいか、ちょい下ぐらいですよ、今。斧橋もするんですか？杖は現実さんに出てますからね。え、8じゃなかったっけ？見間違えたっけ？杖は6くらいでしたね。そうそうそう。あ、8はちょっと言い過ぎかもしれない。7.5。直近 7.5。7から8ぐらいです。斧。結構高いです。バカにできないですね。ドゥームスレイヤー。その斧10回叩けばすごい金策になりませんか？なーらないかな。イリュージョンドゥームスレイヤーってエンチャしないとダメでしょう。あ、精錬値10になるとインデュア状態になるは魅力的ですね。確かに10にしたらめっちゃ価値あるかもしれない。プラ銃でインデュアは把握してなかったな。いいものです。オイルでエンチャ、オイルでイリュージョンドゥームスレイヤーにエンチャはもったいなくない？1年後その斧使ってるかってなったら微妙じゃない？
そうなのかな。あ、なんとか枯れそうですか。SP なぁ。ABR 呼んで SP 回復させるっていう手はあるけど、ルドゥスの場合、毒沼があるから、ロボ、召喚した、せっかく召喚したロボが一瞬で溶けていくんですよね。それが悲しいんだよね。ホリアさん、こんばんは。SP きついは、ちょっとどうしようもないかな。カード出ましたか？カード出てますよ。うん、カード2枚出てます。カード2枚あるんでね、ちゃんとカードが出ることも証明できてます。大丈夫です。この放送は大成功です。うん、願わくば狙ってるカードが出てほしい。実質成功です。僕はね、自分自身で自分の放送がどう影響を与えたかとか、要は僕の放送を見て狩り場に人がめっちゃいますみたいなことをね、あんまり言いたくない人間なんで、はっきりとは言いませんけども、概ね成功です。リバタンです。待って、僕の真似をして別サバでカード出してる人とかいますね。別サバでカード出したとか、 B サバでカード出したとかいうね、報告はね、聞こえてくるんで、非常にグヌヌと思っておりますけども、願わくば僕自身が出したい。おのもう一個出ました。なんぼ稼いどんねん。なんぼ稼いどるねん。ビタタ借りたいんですけど、会えないんですよね。会えないの。うん、そうですね。うん、めっちゃ美味しいと思いますよ。一日中こもるがいいさ。めっちゃいいと思いますよ。うん、はい、SP 回復ね。そう、SPR20% のシャドウとか。20% がマックス値だから高いかもしれないんで。18% とか 19% とか。で固めたりとかね。 SP 問題、進化キマ、進化キマ使ったことないか分かんないな。一番いいのはシナモンくんなんですよね。王冠をかぶったシナモンくんがプラナナで SP 吸収効果あるんで、耐性が必要な狩り場でずっとはつけてられないけど、 SP 足りない時だけシナモン君に変えて SP 吸ったらまたつけ直してみたいな運用するのが一番おすすめですけど、高いんで。シナモン君お高い人なんで、お高く止まってやがるんでね。いずれ使える、いずれ必要になるから、ぜひお金を貯めて買ってください。王冠をかぶったシナモンくん、とてもいい装備です。うん、天下のサンリオ様だからね。そう、影方とかで代用できたりしないですかね。影方って SP 回復でしたっけ。スキンオブシャドウだっけ。あ、 SP 回復だ。でも吸収率よくわかんない。スキンオブでもいいもんですか。ルドゥス4はね、プラガリオンがイグニッションブレイク使ってきて、それが非属性で痛いんで、プラガリオンいない時だったら違う肩装備に変えて耐性を落としても大丈夫。物理ならドラキュラカードで無茶言いなさんな。シナモン君はね、プレミア価格がついておりますんで。なるほど。またコラボされないと。
そうね、またコラボした暁に。あ、なるほど、適宜着替えたらいいんですね。そうそうそう、プラガリオンがなんかドゥルルルみたいな、めっちゃわかりづらいけどドゥルルルみたいな、なんか一瞬火柱が上がる攻撃してくるんですよ。それが火属性だから、火属性耐性取ってないと結構なダメージ入るんですけど、それ以外のモンスターはそんな強力な攻撃してこないから、肩を変えても大丈夫。その隙に SP が吸収できる肩装備とかに変えて、回復してまた戻してみたいな感じにすると、回復剤の使用量が減るかもしれないです。竜装に封印ドラさせてます。吸収率どんなもんですか？封印ドラの吸収率にちょっと興味あるんですけど、どんなもんですか？良さそうだったら次の結婚イベントあたりで買おうかなと。小野田、何稼いでんな稼いでまんな。SP マックスにはできる。そこそこ、なるほど。物理猫の武器とかに刺そっかなとかちょっと思ってたり。あ、竜鱗ってスキンオブ、竜鱗とか竜鱗なのかな、スキンオブシャドウにもともとつくんですか。高齢術師の街灯専用だと思ってた。ノクバ耐性ついて、インデュア、あれインデュアだっけ、インデュアは違うか。竜鱗ってなんかめっちゃ優秀なエンジャントだったはずなんですよね。なんかピッピーピッピーって聞こえたような。栄書妨害負荷、ノクバしない、近接物理反射 10%、 動物昆虫系に当たるダメージプラス 15%。 インディアは高齢術師の方の銃の効果だったからせやな。軽く調べた感じだと、軽型が発動率 1% で吸収 1%、 シナモンが 2% の 2% らしい。2倍じゃん。シナモン君2倍じゃないですか。そんな効果がある王冠シナモン君がなんと今ならおいくらだ。そうっすね、いくら今、また値上がったりしてますか。シナモンでもお安いですよね。影プラナナ、あ、でも別に上がってはないな。プラナナ 680M、 670M 安い、効果の割に安い。無耐性 20% 獲得、モンスター倒した時の獲得経験値プラス 10%、 プロンテラへの帰還がただベース1ごとにアタック M アタックがプラス1、マックス HP がプラス20、マックス SP がプラス2、精錬値5で性耐性が 80%、 精錬値7で SP 吸収。安い。しかも2筆で無属性耐性上げたりとか、スキルディレイエンチャしたりとか、攻撃速度エンチャントしたりとか、いろいろつけられる。栄翔時間マイナス 15% とかいう珍しいやつがあるエンチャントまでできちゃう。強いて言えばカードが刺さらない。それぐらい、それがたったの 680M。 これは夢グループもびっくり。夢グループでもここまでの値段にはできない。一時 800M 行ってたんだ。安いですね。800M のところ頑張らせていただいて、 680M 安い。お安い。安い。そう、ノービスで装備できる。強すぎる
ノーミスで装備できる、強すぎる。俺はもう買うしかない。マジで腐りません、買っても。買っても腐りません。僕も今、マジで普通に使ってます。今この狩り場では使ってないけど、必要なところで普通に使えてます。必須とまでは言わないけど、あるとかなり便利。初期レベルから経験値増加強い。そう、このコラボ装備に間違いはないんですね。コラボ装備は強いね。セブン方法とかはもうだいぶ廃れましたけど、強い。今後も高くなることはあっても安くなる可能性ほぼないですし。そう、現在手穴とか飛行船破壊の時はゲーム内在庫限りとなっております。フィーニクス売れない理由。フィーニクス売れない理由。付けられるシルブが低下でスキルディレイ 30% 発強すぎる。3年のちに 6G 回答。スキルディレイ 30% カットとかもできる。この時は誰も知らなかった妄想。大昔のコラボ装備は実質見た目だけで効果なしだったんですけどね。こんなに強くていいんですか？3年後に6ギガ買い取りチャットが立つ。そこまではいかなそうだけど。SP 吸収装備、現実的なところだと頭でライドオアブアナルか、鎧で八丈の横島優か。ああ、頭バナルガンドにするのもまあ一個手ですね。SP 問題はね。安定はしないけどね。黎明バフ優秀だしな。ドラクルホーンとバナルの違いなんだっけ。覇王がつくかどうかだっけ。ブアーナル、ブアーナル、ちょっと人が減ったかもしれない。ブアーナルさんと調べたら気を失うくらい高くて、ドラクルはヒットポイント回復だけだったはず。一時的にシナモンにして大軍に攻撃すると SP 満タンになるの便利すぎ。レイジェネ多様環境の馬だと絶対腐らない体勢。演者素材が安くて便利な組み合わせ自流してシナモン相当。ライド棒がコスパ非常に優秀。バナルガンド調べたら気を失うくらい高くて。じゃあシナモンはもっと高いな。でもおすすめなのは間違いないです、マジで。欲しいものリストには入れといてください。あとはブラッドサッカーですかね。ブラッドサッカーは HP ですね。あれ SP もするっけ。あれ HP だけだよね。ブラントサッカーは HP だけだね。天狗の巻物さん、天狗も HP ですね。ライドボーってめちゃくちゃ昔からあるやつですかね。あ、そうそう、ライドアードボーは昔からあるやつです。あれヒット15年前ぐらいからあるやつ。メロン好きは持ってない感じなのかな。 SP 問題。いや多分持ってるかな。 SP 吸収装備ですね。耳味装備上がり、耳味上がりらしいんで、メロン武器は持ってるか交換可能な状態だと思う。なら持ってそうだ。ライドは本の特典だったやつ。ライドワード昔のなんかの本の特典。ライド棒は当日
仙台価格で120万円まで上がった。120万円あと8分ぐらい。ジャパニーズイエン。そうなんですよね。ラグナロクオンライン、まもなく放送開始から2時間が経ってしまうわけですが、お目当てのカードは出ておりません。あとビタタにも会えておりません。ビタタイズどこ？どこ？狩られたという報告はいただきましたけど。焦りから諦めへ。今ならペッタやパタ。なーに？まださ。まだいける。諦めるな。あなたのガイアスカード、諦めないで。ペットヤハちゃん1万円で手に入る可能性がある。一発引きじゃん。1万円で手に入る可能性一発引きじゃん。可能性はあるが、嘘じゃないが。せめてビタタか、ビタタかカード。あ、お疲れ様です。お勤めご苦労様です。ガイアスカード2枚と斧を2つ出したって言ってたかな、確か。お疲れ様です。ガムありでそれだったらしい。貴重なデータをありがとうございました。ガイアスカードは 60M で並べておくように。決して 60M を割ってはいけません。 60M で並べて粘り強く売るように。そろそろね、焦ってます。そろそろ焦ってます。そろそろ放送開始から2時間が経過するところで焦っております。今更だけどバッカ特化ですか？バッカ特化ですね。うん、いや、演歌滅魔診断もできます。探検ジェット、シュラの戦闘スキルはほぼ使えないです。ガイアス2アンドレ HPL1 片手剣1スゴ鎧4探検3盾2片手杖3秒8月31日4焦り装備参考に見たいです。装備左下に出しましょう。文字切れて見えないところは想像で補ってください。想像で補ってくださいだけど、聞かれたら答えます。鎧は適当です。壊れない念鎧がこれしかなかったんで、鎧は適当です。最低限必須、プラキューフィデス武器と豪傑のセットと、リングオブシルバークロー、あとはスキルディレイが 100% 取れればよし。どこのご家庭にもある服とかさ、念鎧は狩り場的には必須っすね。そうそうそう、それは言う。バッカインクで必須なもので答えた。
借り始めはいつだっけ？放送の利益。借り始めは、いや、もうそろそろ2時間だ。もうそろそろ2時間だ。出えへんし、ビタタに会われへん。一度もお目にかかってへん。人の報告だけ聞いて僕は出てへん。2時間、そうですね、2時間のオビタタですね。まあ湧いてはいたらしいですけど、僕は会えませんでしたな。または、いや、または僕が強すぎて倒してるけど気づいてなかったという説があるな。そうか、そうかもしれない。僕が強すぎて一瞬で倒してしまってて、で、奇跡的にノードロップだったから気づいてなかったという説があるな。そうかもしれない。うん、あまりのパワーに一瞬で倒してしまってた可能性がある。いや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 、これ結構な確率であるんじゃないか。まあなくはないですが、うん、まあ、こういう収集品が落ちないっていうのはね、あんまり聞いたことないですけどね。大体落ちるんですけどね。 100% ではなかったと思うけど、まあそういうこともあるかもしれない。50分までにしよう。50分で諦めます。あと2分で出す。まあ出ないこともあるよね。そうそう、そう、討伐団募集のチラシも出ないことあるし、大概出る。ああ、賢っ。賢っ。できればそれ、コメントじゃなくて、なんか、こっそり教えてほしかったな。できればちょっとこっそり教えてほしかったですけど、確かに、ね。こっそりやればね、引っかかる人多かったかもしれないね。惜しい。しまったぜ。今ね、手の内を全部明かしてしまったんでね、誰も騙されないな。くそ。編集してアーカイブに。マップの色結構違う気がするんですよね。マップの形状も違うだろ、一回と。ビタタが湧くの一回だし。バレてまう。あー、50分になっちゃった。あうふ。あうふ。おうふ。おうふ。おうふ。やめない。やめない。未練たらたら。いや、あと1分あれば出るかもしれんし。51分までやったら出るかもしれん。おうふ。まだ可能性あるし。みんなやるでしょう、ね。目覚ましなったけど、あと5分だけみたいなやつ。あるだろ。あと1分やったら出るかもしれないか。51分になっちゃった。51分になっちゃった。いや、あと1分やったら出るかもしれん。52分までやろう。52分までやる。そう。いや、わからん。
ビタタともやー、セットでは不可能。そう。あと1分を20回やるんですね。わら。まだわからない。カード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 またはビタタもしくはビタタああもう52分になっちゃった無限ループですねところで人いなくなりました人いなくなったねちダメじゃねえかよこの借りって思って帰ったかないやー諦めようダメだ入り口に帰って諦めよう。仮の時間なので悲観です。わら。あ、9時ね。間もなく9時なのね。うちもそうだわ。やだね。まあカードはね、狙ってたカードは出ませんでしたけど、関係ないカードなら2枚出ました。まあ、アリンコは生息数が多いんでね、あんま参考にならないけど。ビザタ発見、なーに?なーに?成果は本人以外有意義な配信、ね、あ、ゴヤナさんメンバーシップ加入ありがとうございます。成果、イリュージョンスプリントメール2つと、イリュージョンスプリントシューズ1個と、イリュージョンドゥームスレイヤーが1本ということで、2時間で 8M から 9M ぐらいの収入でした。いや、惜しい。いや、あと5分ならできたらな。出てたんですけど。はい、まあ、事実かどうかはわかりませんが、まあ、嘘つく必要はないと思うんで多分事実だと思いますけど、あの、並走してた方がガイアスカード結構出してたんで。まあ、ガム噛める方とか、まあ、空いてるタイミングで枯れる方とかはね、度胸ガイアスまたは度胸ファミリアカード狙ってみてください。良い火力とテンポでした。まあ、現時点ではだいたい相場両方とも 60M ぐらいで売れますんで。H狩りの金策の中ではまあまあいいお値段はするんで。ご参考までにということで、僕は成果を上げることはできませんでした。残念。はい、ということで。今日はこの辺で終わりましょう。またなんか、どっか平地狩りとか思いついたらやりたいと思います。勉強になりました。ありがとうございました。あ、とんでもない。貴重なデータありがとうございました。お疲れ様でした。はい、それでは、また、次回もぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お釣りバー。お釣りバーおつブームございましたありがとうございましたお釣りバーお疲れ様いつもお得な情報楽しい放送ありがとう